ワニって好きですか？好きですね。今まで見たことは？ありますね。ある？はい。どこで？熱海で見ました。熱海で見たんですか？ワニ園。ワニ園があるんですか？面白い。僕はアメリカでテキサス州ヒューストンにある NASA のやってるジョンソン宇宙センターに行った時にね、うん、駐車場に水溜りがあったんですけど、うん、そこにねワニがいました。そんな普通にいるの？あの大雨で流れ着いたんだと思うんですけど、うん、小さかったからまあ大丈夫そうでしたけどね、まあ、例えるんやったら日本で例えるとね、兵庫県六甲の街中をうろうろしてるイノシシみたいなもんですよ。なんそれ、ワニがうろうろしてたら怖いでしょ。だからアメリカで危ないところにいるワニを捕獲する仕事がありますからね、うん、エリアさんも雇ってもらっていいですか？嫌だわ、逃げ味早いからってね、役に立たないわ。そうか、うん、じゃあ英語でワニってなんて言います？アリゲリータ。アリゲリータ、うん、アリゲーターやろ。アリゲーターか。アリゲリータやるやん、マルガリータみたいな。じゃあクロコダイルは？あ、クロ、あ、ほんとだ、どっちだろう、両方。日本ではアリゲーターとクロコダイルともにワニって呼ばれてるんですけどね、じゃあその2つは違うの？僕もねアリゲーターと思ってて、オーストラリアに行ったらクロコダイル言ってたから、あれって思いつつ、どっちや、地域によって呼び方が違うと思ってたんですけど、うん、まあ、例えばね関西ではコーヒーフレッシュって言うんですよ。言わないよ。そっちではクリームとかミルクって言うんやろ。そんな違いかなと思ったけど、ね、なるほどね。コーヒーフレッシュとコーヒーミルクの違いない？フレッシュって変だよな。変じゃないですよ。何がフレッシュなんだよ、それに物になってないじゃん。フレッシュ状態じゃねえか。おいおい、関西人みんな敵に回してる。東京人敵に回すんじゃねえ。いやいや、東京人はいないから。あ、いないのかね。でもアリゲーターとクロコダイルは違うんですよ、うんうん、でその違い見分けるにはどうしたらいいと思います？ 100m 競争させる。どうやって分かるんですか？それが 400m ハードル。いやいや、その桐生くんが一番。桐生くんは関係ないからね。桐生くんが一番早いんですよ、エリアさん。それしょうがない、ね、もう桐生くん、うん、もういいから桐生くんの話は。口を閉じてる時に区別できるんですね。口を閉じてる時歯が見えるのはアリゲーター、うん、口を閉じてる時に歯が見えないのがクロコダイル。なるほどね、うん、そんな違いが分かってもしょうがないけどね、うん、え、こう、いやいや、なことないですよ。道端でワニいたらどっちか分かるようになった方がいいじゃないですか。だってそれガーって襲ってきてさ、うん、あ、クロコダイルだって分かって、うん、だから何って感じでね。ただ危ないだけじゃん。いやいやいや、うん、いやいや、オーストラリア行ったらクロコダイルお肉食べますからね。食べんのか。食べますよ。食べるか、うん、味はどうなの？美味しいよ。鶏のささみみたいでしたからね。あ、ほんと？ってことわかる、うん、高タンパク低脂肪でアスリートに最高ですよ。わ、どう？あ、じゃあ俺もワニの取る仕事しようかな、うん、そうやろ？それ食っていこうかな。そうやろ？だからジャマイカに行って練習するよりも効果あるんちゃう、うんうん、ないわ。それはないわ。ということでね、うん、似てるようで似てないワニについての話でした。ゴスペル全然関係ねえじゃん。